まず1本目、そのビスクドールは恋をする。アニメに気が待ちきれない純文学漫画。主人公は陰キャの地位牛高校生五条あかな。五条は自己主張が苦手な人間で、学校に友達と呼べる人は一人もいません。五条の祖父はひな人形職人ということもあり、幼い時から五条はひな人形を作ってきていて、将来は祖父みたいに立派なひな人形職人になりたいなって思ってるんです。ただ昔ひな人形職人のことを打ち明けた時、気持ち悪いと言われたのがきっかけで、五条はその日から自分の夢とかひな人形のことは隠して生活してきたんだ。ある日五条はひな人形の服を学校で作っている時に、クラスメイトの白ギャルモデル北川マリンと知り合います。北川はアニメや漫画やゲームが大好きなオタクで、いつかコスプレがしたいと思っていたんです。ひな人形の服を作る五条を見た瞬間に、北川は自分のコスプレ衣装を作ってほしいと願い出る。この申し出を受けるかどうか五条は悩んでいたんですが、祖父からひな人形職人になりたいならひな人形だけを見ていてはダメだ、いろいろな経験を積んだ方が良いとアドバイスを受け、五条は北川の申し出を快諾。その後五条と北川の二人でゲームキャラやアニメキャラなど様々なコスプレに挑戦して、撮影会やコスプレイベントに参加します。その過程で他のコスプレイヤーたちと交流を深め、五条と北川との間に愛が芽生えるというのが本作のストーリーです。トラウマに怯え自分の内面を出せなかった五条が、北川とのコスプレ活動を通じて内面を出せるようになり、徐々に世界とつながりを持つようになるのがこの漫画の面白いポイントなんですよ。人との出会いが情熱をきらめかせ、恋人との愛が夢への活力を高める。純文学に触れたいって人、まずはキセコイを読んでほしい。次に2本目、姉の友達。2024年突如として現れた純文学界の超新星。主人公は大学生の姉と二人暮らしをしている高校生あっくん。姉にはひなこという中学時代からの美形ギャルの友達がいて、姉と同じ大学に通っています。このひなこは主人公と姉の住む家に入り浸っており、ほぼ半同棲みたいな生活をしてます。主人公は姉よりもひなこと一緒にいることが多い。初めて会った時から主人公はひなこのことを女性として意識していて、一度告白したこともあるのですが、その当時ひな子は主人公のことを男性ではなく弟だと思っており、残念ながら交際にまでは発展しなかったんですよ。ただ告白以降も仲の良い関係は続いていて、姉抜きで一緒にご飯を食べる仲にはなっています。主人公目線で言うと、一度振られはしたもののひな子のことがまだ好きなんです。ただひな子は下着を自分に選択させるくらいに自分を男として見てないし、ペット感覚でハグもしてくる。この仲の良さは男女というよりかは家族なのかな。ひな子目線で言うとね、最初主人公は弟みたいな可愛い存在だったのに、いつの間にか成長期が終わって男性としてかっこよくなってる。可愛い下着やハグで女性としてアピールしているのに、主人公は全然アプローチを返してこない。一体なぜだ。本作では距離感がバグりすぎて両思いの純愛であることに気づかない。二人を観察していきます。また本作は姉から見た主人公やひな子の話、クラスメイトから見た主人公の話、姉の恋敵から見たひな子の話など、多角的に物語を描いているのが特徴的です。絵柄が非常に似ているので、そのビスクドールは恋をするが好きな人はぜひ本作も読んでみて。ちなみに個人的な僕の推し面は姉。美女の良さだけでなく、サバサバとした中身が面白いですね。折り返しの3本目、君とピコピコ。読者に体論が伝わる純文学。主人公は高校1年生のオータ、通称オータ。物語はオータがテレビゲーム部に入部するところから始まります。部室に入るとクラスメイトの鬼であるアゲハがファミコンのはちゃめちゃ大運動会をプレイしていました。アゲハはファミコンとかメガドラが大好きなレトロゲームマニアで、オータよりも先にテレビゲーム部に入部していたんだ。ただゲーム好きではあるのですが、アゲハはゲームが大して上手くはない。その後アゲハを手伝う形で一緒にゲームをすることになって、オタとアゲハは仲良くなります。本作はレトロゲームを中心に様々なゲームをプレイしながら友好度を深めていくオタとアゲハを描きます。アゲハ目線で言うと、レトロゲームというマニアックなジャンルを一緒に楽しんでくれるオタが好き。見たことあります。よく晴れた休日の公園でゲームボーイと通信ケーブル持ってテトリスする高校生。どんなゲームでもオタは本気でプレイしてくれて最高。こういう風に思ってる。オタ目線で言うと、自分のゲームに関する知識や能力がアゲハの役に立てて嬉しい。また一人でゲームするよりもアゲハと一緒にゲームをした方が楽しい。こういう風に思ってるんだ。パッと見は合わなそうな二人だけど、中身は意外や意外。互いのデコとボコがちょうど噛み合ってるんですよ。そしてレトロゲームというジャンルが素晴らしい。レトロゲームはオンライン機能がありません。なので一緒にゲームをプレイするときは同じ空間にいる必要があります。時にはコントローラーを回しながら二人でプレイすることもあるんだけど、その時にコントローラーを経由して自分の体温が相手にも伝わるんですよ。また相手からコントローラーをもらうときに相手からも体温が伝わる。だからレトロゲームって温かいんですよ。このレトロゲーム独特の体温の交換がピュアな恋愛と非常に相性が良いなと思いました。 SAO とかシャンフロとか東京トイボックスなどゲーム系の漫画が好きな人にもこの漫画はおすすめしたい。
怒涛の4本目、今泉んちはどうやらギャルの溜まり場になってるらしい。ディープ同人誌界から一般誌に異世界転生した純文学漫画、主人公は高校生の今泉啓太、通称啓太さん。あえて古い言葉を使っていると、啓太さんはめめしい性格で男らしくない。両親は啓太さんに男らしく成長してほしいとの思いから、高校生のうちから一人暮らしをさせていました。ある日クラスメイトのヤンキー系ギャルの浜崎玲奈、お嬢様系ギャルのくるみさかるり、スポーツ系ギャルの佐々木ゆきな、この3人のギャルが啓太さんの家を溜まり場として使用するようになります。今では溜まり場というかほぼ同棲状態で、男子高校生1人と女子高生3人で秘密の共同生活、ルームシェアをしているんですよ。本作では啓太さんとギャル3人の生活を通して、らしさという言葉の意味を描いているんだ。男らしさ、女らしさ、子供らしさ、大人らしさなど、この世にはいろいろならしさがありますよね。周りの人たちと比べて、あの人は男らしさが足りないとか、あの子は大人びていて子供らしさがないとか、このらしさって言葉の奥には普通との比較が存在しています。でも本作で一番重要視しているらしさは、比較が必要ない自分らしさ。普通がどうとか周りがどうとか関係ない。自分の信じた道を突き進むことが自分らしさであり、自分らしさの追求こそが人生で重要なんだってことをこの漫画では描いています。自分らしさの追求という点に僕は純文学を感じました。ラスト5本目、スーパーベイビー。普通の日々に喜びを感じる純文学。物語の舞台は東京町だ。主人公は熊本から東京に上京してきた玉尾。上京当時、玉尾はゴリゴリのマンバ系黒ギャルだったけど、今ではすっかり清潔感高めのキレイ系黒ギャルに落ち着いています。玉尾は町田の商業ビルに入っているアパレルショップで働いており、ある日仕事の休憩中に同じ商業ビルのスーパーで働く山田に出会った。山田という青年は小説家を目指す夢追い人で、小説家になろう系やかく読むではなく、文芸誌に自分の小説を載せたいって思ってるんだ。そのために普段はスーパーでバイトして、自分の書いた小説を文芸誌の賞に毎年送っている。でも結果が出なくて悩んでいるんです。この状況を心配した家族からは、まだ作家ごっこなんてしてるのと言われちゃうんですよ。苦しいね。さらに結果が出ていないからだとは思うけど、将来の夢小説家。山田はこれの定義がわからなくなっているんです。山田の思い描く小説家とは、自分の書いた小説で賞を受賞することなのか、自分の小説を文芸誌に載せることなのか、小説の印税で生計を立てることなのか、自分の小説を出版することなのか、わからないんですよ。というよりも見失っている。そんな悩みの生活の中で現れたのが玉尾だ。山田にとって玉尾の存在はすごい新鮮で、山田は玉尾きっかけで玉尾の友達や家族、そしてバイト仲間との交流を深めることになります。仕事と小説しか見えていなかった山田の世界を玉尾はぶっ壊してくれた。ほどなくして二人は付き合うことになり、山田は玉尾のためにも早く小説家としてデビューしたいと思うようになるんですよ。人との出会いが情熱をきらめかせ、恋人との愛が夢への活力を高める。二人の恋愛模様を織り交ぜながら小説家への軌跡を描いたスーパーベイビー、最高に面白いです。ということで、喋ることが何もないので、今回の動画はここまでとなります。本動画で紹介した漫画は概要欄のリンクから途中までは完全無料で読めます。どれも芥川賞や直木賞が狙えるくらいの純文学なので、興味のある人はぜひ読んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。